明日は。の野郎、この野郎だ。俺はなんて無力なんだ。羽根？黒刀。油断するな、長次。まだかすかに脈がある。イノ、お前は同行して医療忍術で少しでも回復させる。分かった。もういい。お前たちも分かってるはずだ。うるせえ、あんたは黙ってろ。イノ、これじゃ。忍びらしい最後だった。やっぱりタバコ嫌いだな。煙が目に染み上がる。アスマ先生や長次君にはよろしゅうね。そうや、先生にはたまったツケも返してもらわんとな。あの、アスマは？ん？殉職しました。じゃあ、昨日死んだって言ってた。そんな。鹿丸、そろそろ夕食を。いや、食欲ねえんだ。鹿丸、少し付き合い。それじゃ勝てんぞ。うるせえよ。暁か。奴ら、強いか。ああ。アスマほどの男が叶わないなら、お前など歯が立たんか。お前はどうしたいんだ。息子の葬式なんだ、ごめんだ。親としても鼻が高いぞ。頭も切れるし才能もある。だがアスマは死んだ。何が言いたいんだよ。本心だ。気色悪いんだよ、あんたがそんなベラベラ喋んの。どうせ俺は役立たずの臆病者だよ。いや、じゃあ何なんだよ。悲しみも恐れも憤りも何もかも腹ん中全部吐き出しちまえ。